遥かなる地を目指し旅を続ける三蔵法師、共に連れるは孫悟空と卑弥呼の二人。先を急ぐ身ではあるが、困っている人は見過ごせない。待ち受ける難関を突破し旅を続けられるのか。目的地まであと少し。頑張ろう。はいよ、よしよしね。なんか騒がしいっすね。女の子が襲われてるみたいやね。助けだ。私たちが守ってあげる。あっちちちちそこら中燃えてやがるぜ。それついてきて。なんだお前ら、取れると思うんだ。問答無用だよ。返り討ちにしてやる。私の力を借りに来たのか。ふん、この術はどうだ。手を貸せ。よっ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 どうにもなれぬ。この術はどうだ。撃ち取ったぜ。よっ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 ぜ。借りは作らん。貴様らに力を貸してやろう。はっよ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 っ。じゃあみんなで火を消しに行こう。ほっときましょうよ、俺たちも暇じゃねえんだし。ひどいわ悟空はん、困ってる人見捨てるん。よっそれよっが親玉ね。よし、みんなでやめさせよう。なんでこんなことするの？
この術はどうだ。うるせえ、こっちにも事情があんだよ。この術はどうだ。やさにしてやるんだ。さんの命令だ。逃がすわけにはいかねえ。よっ、よっ、うちの力で女の子たちも撃ったね。よっ、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